今回はミューゼンボタン Bluetooth スピーカーをご紹介します。早いものでもう11月ですね。街はクリスマスムードになってきました。某ヨドバシカメラのスピーカーコーナーで嫁がやけに食いついて見ていたこちらのミニサイズのスピーカー、動画のネタと嫁のクリスマスプレゼントを兼ねてこのレトロなスピーカーを購入しました。このスピーカーの特徴ですが、高級感を際立たせるメタル素材のボディ、手のひらに収まるほどコンパクトな超小型サイズ、連続再生時間約8時間、 Bluetooth 4.2 対応、カラーバリエーションは写真の5色。このミューゼンという会社なんですが、40年近くオーディオ技術の分野で活躍するメンバーによって2018年に立ち上げられた比較的新しい会社みたいです。気になるので中を確認していきましょう。分かってはいたけど、思った以上にコンパクトで可愛らしい感じです。キーホルダーとしても使えそうなかなりの小ささですね。付属品はこちら、オリジナルシール、説明書、ミューゼンボタンの紹介、 USB 充電ケーブル、携帯スラップ、説明書、日本語でも記載されていてとても分かりやすいです。イラストが多いのも嬉しいですね。オリジナルシール、スピーカーと同じくレトロで可愛らしい雰囲気、オリジナルのスラップも付属されています。レザー風のバンドに巻かれた珍しい茶色の USB ケーブル、長さは約60センチ、バターミルクペイントのようなレトロなカラーリングとレコードを彷彿とさせるデザインでおしゃれですね。メタル素材が高級感を引き立てていて、女性はアクセサリー感覚で使う人もいるかもしれませんね。インテリアとして置いてもいい感じです。重量は約 130g、 バナナ1本分といったところでしょうか。なかなかしっかりしてますけど、コンパクトなのでポケットやバッグに入れて持ち運びしやすい感じですね。裏面には可愛らしい猫のようなロゴと滑り止めの足がついています。主な仕様はこんな感じ。 Bluetooth 4.2 対応、コーデック AAC、SBC 対応、バッテリー 400mAh、 インピーダンス4オーム、定額入力 7W、 ボリュームダイヤル、反時計回り回すことでボリュームが下がります、時計回り回すことでボリュームが上がります、曲の切り替え、中央のレバーを下に押すことで曲送り、中央のレバーを上に押すことで曲戻り、ボリュームダイヤルを押すことで再生一時停止、電源レバーを右に押すと電源オン、電源レバーを右に3秒長押しすると Bluetooth のリセット、電源レバーを左にすると電源オフになります。充電はこちらに付属の USB ケーブルを挿します。充電が始まると赤いランプが点灯、充電が終わると緑のランプが点灯します。それでは音を聞いてみましょう。
sadness and a happy new year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 小さい割にはなかなか迫力があって音質もクリアな感じに聞こえました。これ車とかキャンプで使うのもいいですね。レビュー動画を撮り終えたら嫁にプレゼントしようと思ってましたけど、自分で使うことにします。嫁にはダイソーの1000円スピーカーでもあげときます。音質はいいですからね。ご視聴ありがとうございました。他にもダイソー商品やガジェット系の動画アップしてますので、またご視聴いただけると嬉しいです。